はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。さあ今日はね、地球防衛軍5、ミッション56から、前回の続きからね、やっていきたいと思います。今回は市街地の乱戦ということで、エイリアンの歩兵部隊が市街地を攻撃してきたというようなお話でございます。さあそれではね、早速武器の方もね、ちゃんと変更してありますんでね、早速いきたいと思います。バイヤさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速いきましょう。いや、最近ね、パソコンにね、悩んでて、新しいね、パソコン買おうかと思って、いろいろ値段調べてみたらね、欲しいの30万とか普通にするんだよね。30万か。いやでも、PDF 入隊したらお金いっぱいもらえるらしいですよ。ああ、そうか。じゃあ、早く支給してくれ。もういきなり市街地で大戦、お、なんか足が飛んできたぞ。ぶっ飛ばしてやります。なんかいろいろちぎれてるぞ。大丈夫か。絵的な問題では大丈夫か、これ。俺の動画が、あのホラー要素たっぷりのなんかものに変わりそうなんで。これはちょっと無理攻めかな。これはちょっと一旦ダウンさせて、こっから攻めてみよう。あかん。ちょっと前で過ぎたかな。行くわ。そうですね。1体ずつやっていこう。許さんぞ。おー、怖え。かっこいい。僕大丈夫？大丈夫ですよ。押してるね。なかなか激しい抵抗だな。もういきなり映画見るんだよな。怖い。あ、この辺でな。よし、足、ここだな。足壊すぞ。ダウン。こいつ、はい、もう行ってます。ほら、全部剥がしてやるぜ。片付けてやるぜ。ダメージを食らったらこう着衣が剥がれる。これだけってなんかティアゲームっていうんですよ。さあ、なんか通信が一瞬入ったけど、何だったんだ。立て直せだかな。大丈夫だ。立て直す前にあっちが立て直し効かなくなってるよ。あ、だいたい片付いたぞ。まあ、これで終わるわけがないのがね、このゲームですよ。はい、早いからもうあんまり残ってない。すげえ止めた。なんだなんだ。敵の揚陸戦だ。あー、追加、おかわり来たよ。おかわり、おかわり、おかわり、おかわりがどこに降りるかだな。俺の目の前に少なくとも降りないでくれれば。僕の会社の近くの、あれよく見たら味方のなんかロボット来てるね。はい、味方のロボット、これ味方のロボット、もうなんかザクみてえな。なるほど、やられ役ですね。いや、しっかり倒してくれてんじゃないのこれ。本当ですか。あ、本当だ。一応弾幕強そうだよ。普通にエイリアン相手にね、微動だにせずに攻撃加えてる。仁王立ちみたいな感じ。すごいザクマシンガーみたいなものを打ちまくってる。やりますね。すげえ、3方向から攻められてるのに壊れもせず、めっちゃすごい戦い抜いてる。やるなぁ。やりますね。さあ、ちょっとエイリアン3体はやばいな。さあ、どうだい。すごいな、蜂の巣だぞ。エイリアンがなんか簡単に倒される。やべえ、準備がついにエイリアンに勝ててなったのか。攻撃が激しすぎてバーヤさんが爆撃されてるみたい。いや、実際されてますね。いや、まあでもいいです。あとはね、話戻すけど、パソコン悩むよ本当に。パソコンね。そうなんですよね。確かにボーナスもね、多分もう出るし、給料も出たし、生々しい話が急に。手が届かなくはないんだけどね、やっぱちょっとね、やっぱりそこまでかけていいのかってちょっと思っちゃうんだよな。はい、いや、パソコンをパワーアップして素晴らしい動画を配信すると皆様ファンへの還元ですよ。ただね、ライブ配信もやってみたいっていうのがあってな。じゃあやっぱり高性能なのがガゼン欲しいですね。ねえ、あ、ここは来た。ここはちょっと頑張ってみたいなとは思うんだけどね。目視で3匹。あ、いいよ。
足から狙っていくぞ。足ちょっと破壊するの遅れるからね。あいつら防具つけてやっからちょっと待って、戦闘中の部隊を援護しろ。いや目視で、いや相当いるな。いるね、かなりいるね。足破壊するよ。はい、あやべ絡まれてる。ちょっとすいません、そこ遅らせてください。遅らせるというかちょっとね足を破壊する。はい足破壊、はいナイスナイス。もう一体足破壊するぞ。お前や、はい破壊頼んます。はい暴れてんな。よしそろそろ片付くね。ではこちらのロボットはすごい役に立ってんな。ほう、むしろあのエイリアンよりもむしろあのロボット、ロボットの方がよっぽど脅威じゃないか。この場所で敵を迎え撃つ。片目で見てるとめちゃめちゃ強いんですよ。コンバットフレームを中心にフォーメーションを整えろ。よし足破壊。いやあれだね、すごいなこのロボット。俺今日はよ、これあればめっちゃ安全に敵倒せそうやん。エイリアンが本当になすすべもなくね、すごいよこれ、ビームマシンガンみたいなやつ。はい、だって見てよ、蜂の巣だぞ。いや、いいメインだ。揚陸船を確認。あ、また来る。敵が近くにいる。エイリアンが揚陸船から降下。あ、だからこのロボットこんな強いんだ。敵多数。どんどん来るぞ。一応ゲームバランス考えたらいいですよ。だ。狙っていくよ。待って、くれえな。とりあえずこっちから。はーい。あ、そっちだ。ちょっと待ってくださいね。どうぞ。顔を出してくれ。なんか引いてったな。引いてた。まあ一歩ずつパーツを破壊だね。はいよ、足もうちょっとで破壊できる。はい、足破壊。はい。こいつら防具も含めたらね、3回当てないと足を破壊できなくなってる。前よりなんかほうしぶといんだよね。1発目の銃弾でね、なんか外側が剥がれて、2発目でちょっと、はい、やっとちょっと細くなって、3発目で破壊って感じ。こっちいっぱいだ。やべえ、はいはい、今行きますよ。やべえ、容赦ない攻撃にさらされている。私が来た。これやばい。お任せ。足を破壊した。2体ほど倒れてる。倒れてるんだけど。すごい。たくさんいすぎでしょこれ。ああもう1体ここにもいるよ。どれだ。よーし、早い。回復取っていいですよ。はいよ。何個かあるけどたくさん、たくさんあるように見えたけど、回復全然見当たらないと。どこにあんのかな。下にありますね。あー、いかん、こいつは苦手なんだ。なんだ、大丈夫。オーストラリアでエイリアンの新兵器を確認しました。エイリアンの新兵器だって、あ、レーザー。まずい、これはまずい。レーザーはまずい。これ近いな、レーザー。光の壁を作り出す装置です。1体ずつやろう。こっちにいるレーザーのやつから。あらゆる攻撃を遮断します。同時にやるか。多分同時にやらねえと。シールドベアラーは武装を持たず、それ自体が脅威でもありません。まだ時間あるから、ここ2個ありますよ。大丈夫ですか。まるで統治下のように機能し、エイリアンを守る。レーザー系は待て、俺死んじゃう。どうだ、足破壊できてないか。まだ足りねえ。動きも速え。ロリングすぎやお前。あいつ動き速え。あ、死んだ。死んだか。ちょっと起こせたら頼む。撤退だよ。撤退だよ。まだ射程が。ふう、助かった。はい。よし、仲間をちょっと連れてくぞ。そうですね。
ょっと無理せず僕今回復集めに行くんで。了解。しない。あ、いた。てか動き早っ。ロケラインより早く逃げていくって。マジかよ。作戦は成功しました。任務完了です。終わったか。終わったんです。さあアイテムは、はい、あったたたた取っとかないと。よし。ああ間に合わない。とりあえず武器だけは確保した。オッケーです。またいろいろ入ったね。ですね。いや違う、強かったな。そうですね。結構最後危なかったかもしれない。ダメだった。レーザーが厄介ですね。さて次は57番隠された脅威。市街地に怪物。おーおー何が出たのか。おお。霧の発生か。ノームだって。怪物の接近に気づくのは遅れたと。さてこの怪物次第だよな。その怪物が何なのかで、教えてくれよ。だいぶ変わるぞ。どうしようか。ちょっとなんか良さげなもんないかな。怪物ね。なんか。どうしよう。なんかないかな、良さげな武装。まず何が来るかわからんすからね。そうなんだよね。ちょっと一個別のもん持ってっかな。じゃあスナイパーじゃない方がいいでしょう多分。まああのロケラン一個持ってくんだったら、まあショットガンなりなんなり、あのその近距離対応できるのが良さそうですね。そうですね。じゃあ今回はどうしよう、火炎放射が目に入ってしまった。いやこんなん持ってたらダメだな。これじゃないな。おむつは消毒ですよ。ちょっと違うな。いやショットガンでいくか。僕はいつでもこれなんで。よっしゃ武器の方用意した。さあ早速行ってみよう。怪物どんなやつが出てくるのか。出てこいや。どうだろう、でかいやつってことは前あの逃げてったやつとかあんなやつになるのかな、転がってくるような。それだとなんかあの体重がうわ視界悪っ。これあれしかもあのなんかあら怪物を駆除。ああ見えないよ。これなんかでも雲の糸みたいな見えてない。雲の糸見ます。ああ浮いちゃう。あーいや、あーでかいの来たか。これあでかいのじゃないな、通常サイズか。あショットガン意外といいかも。あーちょっと雲の糸に絡め取られた。この辺になんかいない。いや、もう倒すんかな。ちょっと攻撃かけてる。あ外れた外れた、雲の糸が取れた。あー上から放ってるな。まだおっとバーヤさんが絡め取られる。いや自分でなんとかします。大丈夫。すごい数だな。ベクトブラスター入ってるやってんな。ソフトバンいけ。落下してくる物体を確認。アクティブいけ。てか蜘蛛の糸がね、いろんなとこから飛んできててわからない。どこから飛ばしてんのこれ。マジ無理。ありすぎ。何も見えねえぞ。いやー視界悪いな。悪いっすね。いやー全くどこにいるのかわかんねえ。なんとなく雲の糸から推測して撃ってるだけっていう。もうねみんながねいろんなところから撃ったね。まあわけが分からない。あなんか変なのいる。おいおいおい、空に変なものが。これはやばいぞ。早いとこ足破壊しよう。来たか。オーストラリアではシールドベアラーのために大きな被害が出ました。さあ光の壁に守られたエイリアンは手がつけられない強さです。どういうことだ。あれ見つかー。
光の壁は我々の攻撃を遮断しますが、いや、ま、エイリアンの攻撃は通過させます。まあ、それがあれじゃないんですけど、まるでマジックミラーのように来た。早いところ、光の壁の前では上を壊すよ。一方的に攻撃を受けるだけです。あ、こいつからやるか。今あれ、こいつ弱点どこだったっけ。足が崩れるかと思ったけど足崩れないな。あれ足じゃなかったっけ。もうこれテイトルだ。大体終わったな。全ての怪物を駆除しろ。はいよ。駆除しろ。あと少し。なるほど、まだいるのか。あー、ジョーログモみたいなのはいるわ。あー、じゃあそれでフィニッシュですね。もう、もう、これも落ちるでしょ、これ。終わったかな。終わりました。あと1体なんかいる。あー、赤いのいますね。でもお任せします。でかいのいるけど、これは一発で済むかな。あ、一応でかいやつか。終わった。あ、終わった。早い。あのデカブツさえ倒せば割と簡単なステージだね、これですね。ただ見えないのが不快なだけですかね。ちょっと見づらい。怪物っていうからさ、いつもと違う装備もつけてきたのにね、あんまりいらなかったっていう。しかも何が面白いって、あのこのこうクモの巣だけはすごいキラキラしてるんですよね。ここにいますよって視界悪い割にあれだけ見えるんだよね。そうなんですよ。さあ今度はまた新兵器のシールドベアラーがいるみたいだね。いいでしょ。そうだな、なんか EMC 持っていくかどうか悩むな。いるかなこれ。 EMC って何ですか。あの前ほらエイリアン大量に配備、あ、追い払う時かな、あの転がってくるようなでかいやつ、怪物かな、追い払うのを使ったやつ、はい、あの1億ドルとかって書いてある。あ、はい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 、あの高かったやつ。最初あのデトロイトメタルシティのやつかなと思ったけど、よく聞いたらいいですね。これ一応持ってっけど使う機会ないかもしれないね。まあ一応持ってっか。エイリアンと混戦したレンジャー部隊が全滅したんか。ああ、いっか。全滅させられたんか。今回はヘンサーチームが壁に突入してどのこのって書いてあったな。まあ大丈夫。バーヤも突入するから。うん、でも実際ね、シールドベアラーだったら僕が行かなきゃいけないですよね。まあおそらくね。あ、見える見える、見える見える。全然破れない。敵の注意をそらす。合図を待て。あれ、合図待てって言ってるの。空爆開始まで3秒。いや、まだ行ったらダメだったんじゃない。ゼロ。シールドベアラ撃破。おお、こんなもん。おお、空爆が。脅威となるものを判断して遮断している。それを逆手に取ることに成功したようです。つまりバーヤは安全だと思われてるとか。脅威とは見なされないということだ。そういうことですね。フェンサー、戦闘を続行せよ。奴らは壁の中からでも攻撃してくる。注意しろ。よし、中入っても普通だね、はい。さあシールドベアラー破壊するか。シールドベアラーを全滅させるぞ。まあ反撃がないから楽だね。そうなんですね。正直シールドベアラー撃破。はい、余裕じゃないか。正直に何のことはないと。なんとたわいのない。余裕余裕。はい、シールドベアラーは敵の接近を感知すると移動するようです。その際、光の壁も動きます。注意してください。まあシールド、動くシールドみたいな状態だな。ですね。じゃああれから行きますか。じゃあ縦に分かれるか。多分ベアラーさえ壊せばそんな脅威ないでしょ。フェンサーを援護しろ。そうですね。じゃあ雪見さん、その左手のお願いします。了解。俺もベアラーに守られたエイリアンは手強い、はい、油断するな。よし行くぜ。梅雨払いはね、ショットガンでやって、あとは、あ、でもこのショットガンでそのまま叩き込めば終わるかもしれないな。シールドベアラー、はい、あら、移動してく。
なぜだ、なぜだ、俺の時は脅威を感じるってのか。逃げるんじゃないよ。歩きやがったこいつら。そう、シールドごと移動しやがって。全てのシールドレアが撃破しました。ショットガン強っ。残った敵を排除しろ。割とあっさり終わるぞこれ。以後シールドベアラーと遭遇した際は光の壁に突入して破壊してください。了解。はい、何度もできるゲートではない、危険すぎる。現在シールドベアラーを破壊する唯一の方法なのです。まあでも割と安全だよね。こちら、まあそうですね。再度作戦エリアに侵入する。ただ俺たちの命はどうなっても生きているのか。やっぱ他のゲームのね、シールドベアラーを破壊し生還したものは初めてです。ショットガンであの近距離のイメージですよね。やはりあなたは興味深い。お、やっぱりなんか研究対象されそうだな。これまでに受験されるパターンやった。一発ちょっとこのビルを景気づけに。暗い暗い。さあそれではね、3つやりましたけど、時間的にまだそんな経過してないね。まあそのままじゃあ4つ目いきますか。初めてじゃないですかね、4つ目ですね。4つ4やってみますか。山岳調査作戦。山岳地帯で飛行型の群れが確認されました。これほどの数が一つの場所に密集しているのは初めてです。何か理由があると考えるべきでしょう。探索そして駆除のため3つのチームを現地に派遣します。そして私らも派遣ということか。ってことは空飛んでるやつでしょ、ってことはやっぱり、はい、またスナイパーライフルに戻すかな。ちょっと足速い方がいいよな。そうだから EMC やめよう。結局使いました EMC。 いや使うまでもなかったっていうか使う必要がなかったというか。どうしようかな。バイク一応持ってくか。移動があるかもしれないし。まあバーヤさんも見たい見たいって言ってたバイクだしね。やっぱ念願のバイクはやっぱ使わないと。おかしいな、そんなこと言ったかな。まあ実はリアルの愛車もあんな感じなんですよって言ってくれると。二輪は乗らんすね。いや四輪でもいいですよ、イタ車。イタ車ね。まあたまに見るんですけどね、イタ車。見るんですか。最近トントン見ないですけどね。いやー結構見ますよ。大きい道路とか出るとね。まあとかな、まあどうだろうな、都会の方行かないと出ないかあんまり。チーム1了解。なんだ。チーム2了解。チーム3了解。これどういう武器なんだろうな。ちょっと新しいスナイパーライフルを持ってみる。発見した飛行型を速やかに殲滅しろ。発見。どこダメだな。何何今なんかこういう武器だ。ダメージ食らいました。これ僕の新しい武器。あ、それか。俺もそう思う。ポンコツっぽいですね。なんかすげえ拡散するようなビームだな。しかもこれあの拡散するのにあのライフル、あ、スナイパーライフルですかね。どうなってんの。そうなの、スナイパーライフルなの。それで俺の音は全然違うな。いや、俺は本当の一発にかけるみたいな。あー、いっぱいいた。あー、これダメだ。失敗。いや、これ使い物にならなくね。あー、いやー今回バーヤシスだな。どうなるの、バーヤ。知らないで、バーヤ。次回、バーヤ。再びか。毎回やられてるような気がするな。何かに襲われてるサムネになるかもしれない。おかしいな。さっきの2回前はね、あの僕はむしろ助けてあげたんですよね。おっと、蜂がバーヤさんのところに向かっていく。やられてしまうのか。なすすべもなく、あの針に蹂躙されてしまうんだろうか。かかってこいや。大体片付いたね。俺が守る。どうですね。全然いないぞ。盛り上がってたとこだった。あ、なんか、なんか来るのか。あれは山じゃない。怪物の巣だ。あ、これバーフ。ちょっと待って、変なものが見える。蜂の巣があるぞ。これは極めて重要な発見です。あ、なんかダメージ判定ある。あとバスはここ1時間半に1本です。そんな情報はいらねえ。
別方向から巣に接近しろ。あっ、バッテリーが目前の山を越えて巣に接近しろ。あれ、あれ、これ俺接近できないパターンじゃないの？あー、またと、また私突っ込むパターンですか？あー、行くしかないね。俺梅雨払いになるわ。じゃあほら、空を飛びたいぜってみんな言ってるけど、まあしょうがないね。俺は、俺行けないもん、遠いし近く逃げないし、やっぱ巣破壊はね、空を飛べるものの役割かなって。ああ、雪は見えもん、助けて。あ、こっからいけるか。あ、一応みんな隊員上がってるわ。あ、悪いですか。上がってる上がってる。昔はこういうの大体みんなちゃんと道がある、ある。山登り早く。大丈夫だ、今10人ぐらい一気に向かってっから。さあみんな行くぞ。バヤを、バヤをやらせるな。チーム2、山頂に向かう。当たらなければどうということはないや。あ、後ろから攻撃されてる。山頂に移動中。山頂に移動してたんだけど、後ろから、後方から襲われた。蜂の大群。いかん、いかんな、じりじり削られてる。大丈夫、大丈夫。俺だけでも先行して上に上がる。飛行型侵略生物の巣が確認されたのは初めてのことです。さあ、巣は壊せるのか。アルファ型やベータ型以上の繁殖能力を持っている。そう考えねばならないでしょう。もうちょっとで上がれる。なんかだいぶ偉い、なんかいろいろ蜂の V かな、なんか飛んできてるんだけど。あ、すげえ、穴が開いてるじゃないか。あれ、これ攻撃した結果穴開いたの？いや、元から穴開いてますね。これどこ攻撃すればいいんだろう。でかい、全体が当たり前ってある感じ。痛い。結構あるな。結構アイテムはあるよ。アイテムは。俺のバイク来た。心配するな。壊れたらまた持ってきて。ついに俺のバイクが。使えるんすか、ここで。使えるでしょう。このレーザーのこいつを出してね。あー、事故だ。待ってろ、この光のね。ほら見てくれ。どれどれ。ほら、なんかすげえ。どうだ、フォースセイバーだ、これが。重いしねー。あ、ちょっとバッてきた。これ壊せるんじゃない、すぐ。これはすごいド派手だよ。ド派手ですね。うん、バエさん、ちょっと立ってもいいよ、目の前に。ああ、っていうか振り返っちゃった。完全にギャグですよね。あれ、しょうがない、急払いよ。いいよ、おわちら。ほら、お前ら、こう下がってこい。俺はちょっと固定放題となってくから。すごい弾を使ってんだけどね、まだまだ。さあ削れてるけど、どうなんだろうね。あ、やべえ、俺死ぬわこれ。あ、死ぬんじゃない、バイクが壊れそうなだけか。バイクは大丈夫だ。あと49で壊れちゃう、バイク。あと22。あ、壊れるか。バイクは間もなく破壊された。人類の希望が、人類の希望の、痛車破壊。あんな痛車に、YouTube ですよ。あんなもんに命中させたくないです。あとちょっとで破壊できそうだったのに。初めてのね、エイリアン、巣と思われるものをね、破壊したってなのは、あれだって、こう、記録が残るとこだったのに。いやー、教科書から抹消です、そんなもん。なかったことをされるのかな。いや、もう、オージャパニーズアニメーターに、やってます。壊れないんですけど、これ。いや、そうなんですよ、これ。もう、なんか、あと、他になんか、面で攻撃できるショット感とかないですか。こちらスカウト。巨大な飛行型を確認しました。なんだ飛行型。飛行型のクイーンが巣に向かっています。何、なんか来るって。なんだと。え
クイーンだと複数かよ、最悪だ最悪だよ、ほんと帰ってきたってことか、巣に。あー、大群だあ、これもバイヤーさんがやられるわ、間違いない。この巣は複数のクイーンによって守られているようです。最低の戦場だ、そこ。で立ち向かえる相手でもない。許し、総員退却しろ。ダメダメ、総員退却退却戦になっちゃった、駆除から退却しろ。害虫駆除に来たはずの業者がまさかの逃げる羽目になるとは。俺はまだ負けてない。うわまずい。そういえばよく考えたらバーヤは空を飛べるが俺は空を飛べない。飛行機の数が多すぎる。全チーム退却しろ。まずい、これはまずいぞ。撤退できるんですか。撤退できない撤退できる状況じゃない。オメガフリーザー要請されてる。スキショー、あの巣を破壊するにはそれなりの装備が必要だ。今更かよ。体勢を立て直す。なんてこった。1ポイントがない。あぶねー、しのいだしのいだしのいだぞ。死ぬぞ。おかわり持ってこい。いやー、なんじゃありゃ。やばかったな。いやまさかの結末だったな。なんだったんだありゃ。結局倒せないんかいって話でした。そうだね。でその続きかなと思いきやね、全然関係ない。何か大型円盤、撃墜計画になってるしね。ですね。どこ行ったんだ、さっきのあの巣の話は。テレポーションシップまだかだね。あ、でも空軍が試作段階の新兵器フーリガン砲ってのを持ってるみたいだよ。フーリガン砲。まあ、次回ね、その辺も含めてね、ちょっと楽しみにしたいと思います。はい、じゃあちょっと今日はちょっと若干長くなったけど、また次回ねちょっとやっていきたいと思いますんで、またバーヤさんもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、それではね、今日はこのぐらいにしたいと思います。皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。